断食芸人は、フランツカフカの短編小説。1921年から1922年頃、執筆。1922年に、文芸誌、新ドイツ展望にて発表。1924年、歌姫ヨゼフィーネ、あるいは二0日、祖族、最初の悩み、小さな女と共に、断食芸人、四つの物語として、作品集が編まれたが、観光は、 カフカの死の2ヶ月後となった。作品中で描かれている断食芸はカフカの想像したものではなく、ヨーロッパでは19世紀後半から20世紀前半にかけて実際に断食芸の興行が行われていた。カフカはサーカスを見るのが好きで、この他にも芸人を題材にした一連の作品がある。断食芸はかつては人気の芸だった。 断食芸に対して街中が湧き立ち、断食が続くにつれ、断食芸を間近で見るために席を予約する者まで現れたほどだった。断食芸人は格子のついた檻の中に入り、敷き詰めた藁の上に座ってじっとしている。檻の中には他に時計が置かれているばかりである。断食芸人は時折水で口を湿らす他は何も口にせず、 また人目に隠れて物を食べないように途上時見張りがついている。芸に対して誇りを持っている断食芸人は見張りが厳しければ厳しいほど喜んだ。興行は決められた日数である40日間続けられ、それが終われば音楽と共に人々の間に出迎えられる。しかし断食芸人は40日で断食をやめなければならないことに不満であった。今では 断食芸の人気はすっかり衰え、断食芸人は相棒の工業師と別れて、サーカス一座と契約を結ばなければならなくなった。断食芸人の檻は動物小屋と共に並べられるが、珍しい動物を見にやってきた人々は断食芸人に興味を示さない。断食芸人はすっかり忘れ去られてしまうが、今や自分が望むだけの断食を続けることができた。ある日、監督が、 断食芸人の檻に気がついた。わらくずを書き出すと、断食芸人がまだ断食を続けている。問いかける監督に対して、断食芸人は自分に合った食べ物を見つけることができなかったと述べ、生きえる。断食芸人が片付けられると、その檻には生命力に溢れた表が入れられた。収録されている書籍名を記す。劇作家。 別役実は本作を本案した戯曲、パクもしくは断食芸人を書いている。ありがとうございます。